ウェイナイトチューブ始まりましたよ。よーバーイ。はい、はい、静か。はい、毎度おなじみ新田です。どうも。はい、始まりましたよ。あ、何週連続だっけ。何週連続、いや多分もう最近もうほぼほぼ出てますね。あ、ずっと出てるんだ。毎回脱いでるんで、今日はもう脱がないと決めてるんで、俺はもういつも脱ぎすぎてるんで。準レギュラー紹介したい。準レギュラー、あ、そういうの言うほど出てないけどね。サダさんいつぶりっすか。あー、いつだろう、2ヶ月経ったかな。2ヶ月ぶりなんすか。うん、じゃあもう結構出てないですね。お前30分それでやるって言ったもんね。いやいや違う、違うわ。さっきからこそダメだわ。どう打ったか分かんないですけど、ね、とりあえずほら、最初の行かないと。最初のやつ行きますか。いつもの振って。あ、いつものですか。いつもの、いつもの気になります。行っちゃいますか、もう早速、うん、オープニングどうぞ。どうぞ。何をしましょうか、今日は。これ始まってんの。まあ、もう始まってます。じゃあ教えて。あ、わかりました。わかんないからさ、テンション上げてかないとさ。上げてきましょうか。こっち何秒前とか見えてないからさ。そうですね。じゃあとりあえず乾杯する。乾杯しましょう。乾杯しようよ。じゃあ、はい、これ。はい、それです。これなんかアイス入ってない。アイス入ってない。アイス入れます。いい、大丈夫。あ、大丈夫ですか。いらないでも、これ。はい、じゃあ、オッケー、お疲れ様。これ何、これ。カロリー、カロリー、カロリー、ヨーグルト、カロリーのヨーグルト。よくわかりました。カロリー、すごいね。本当、さすが。ヨーグルトの方かレモンの方で今当てたわけでしょ。そうですね。うん、すごいすごい。どっちだと思います。レモンかカロリーか。レモン、いや、レモンかカロリーか。結局カロリー。結局カロリー。レモンかヨーグルトかでしょ。そうです、そうです、そうです。あとブドウあります。あ、ブドウもありますね。あ、ブドウあるね。その中のどれか。いや、でもちょっと1回じゃ分かんない。あ、1回じゃ分かんない。ちょっともう1回、まあ、1回じゃ分かんない。難しいですよね。あ、炭霊ではなかったですか。炭霊じゃない。ないです。炭酸じゃないから。あ、炭酸じゃなかったですか。炭酸じゃない。え、ってことはカロリーじゃない。炭酸じゃなかったよ。カロリーは炭酸ですからね。いや、気を利かして、手冷たの分はカロリー。アイス入れてなかった。 この量だけの、はい、うん、何これ。はい、この量だけの、はい、何でしょうかっていう。匂いから、ほら、匂い。え、大丈夫なやつこれ。あ、全然全然。いつもの味ですね。いつも飲んでる。いつもの、もうカロリー、カロリーです。本当に。どっち、安定のカロリー。今の二択の。三、二択なんです。二択っす、二択っす。アロエと、アロエとレモン、ね、レモン。はい。家がやないかい。飲んだだけでわかる。何の。このベルなんすか。このベル。いや、マジでないよ。また今日も、ね、敵が。じゃあ置いとくね。ティエラ、今日は何分で開けれますかね。やめよう、そういうの。あ、じゃあこの前やってたんでしょ。いや、そう、前回。すごいね。うん、あ、すいません、あ、とりあえず今、聞き酒当てれるかなみたいな感じの。説明しなかったの。全然、説明しなかった。説明しなかったよ。さっきこっちで話してたの、まだオープニング中だったんで。してよ。すいません、もうなんか。マジで。もう本当に多分、見てる人たちも何やってるのか分かんないみたいな感じの。勝手に家が飲んでる。ほら、見てて何も楽しくなかった。お前、いつも通りじゃねえか。ガローね。何やってんの。それか積んでる。飲みぞ。お前さ、俺らはいいよ。お前、さくらさん滑らせんのやめてくれ。さくらさんも、まあ、さくらさんも
ガンママン、ガンママン。さくらさん滑らせんなよ、お前。大したもんすよ。大したもんだよ、お前。大したもんすよ。お前もだよ。さくらさん滑らせんなよ。お前、大したもん。お前なんか喋ってた。確かに。大して喋ってないですけど。何やす？何やす？家康です。やっさん。はい。やっさん。お掃除ですか？やっさん。いや、ちゃんと説明してよ。俺、それはダメだって。放送事故。ほら結局ほらサクラさんに持ってくれた。サクラさん可愛いって。そうなんですよ。茶髪の、ね、茶髪の人の名前なんていうの？茶髪ってサクラさんですか？茶髪じゃないの？いや帽子でしょ。どっちかと言ったら。リクさん茶髪です。俺金髪ですからね。で筋肉。あなたはね。筋肉。筋肉さんでしょ？マンタロ？大丈夫。名前筋肉に変えて。マンタロ？やめて。筋肉。本当に。何しましょうかね。服なぜ脱いだって説明しろよ。脱ぎたがりました。あ、服が脱げた。あ、脱げた。びっくりした。置いてない。置いてない。びっくりした。あなたスケスケやん。スケスケやん。そういえば脱いでたね。あ、脱いでました。いつの間にか。これナイト中、服映らないんですかね、ナイト中って。可能性ない。だとしたら。なんかありますよね。だとしたら。たまにそういうことあるんですよ。たまにそういうことあるんですよ。はい。もう、3日に1回ぐらいですね。たまにあります。3日に1回でも着ないんかい結局着ないんかい。いやでもちゃんと乳首毛は映ってないんすね。そうだから俺でもさそこは映してほしいですね。あ、そう、金髪の彼が新田って言うんですけど、ほら新田くんは運動してるのって、うん、鍛えてますか？鍛えてはないですけど、うん、ずっと機械体操やってたんで、うん、もうその機械体操って何？機械体操は内村航平とかがやってる鉄棒、床、釣り場、アンバー、跳馬、平行棒の6種目。オリンピック？オリンピックのやつです。そうですね。結構新体操とかとなんか間違えられるんですけど、新体操は新体操でなんか床だけのあれでなんかリボンは女子ですね。女子。機械じゃなくね。それは新体操は新しい体操なんで、機械は鉄棒とか。ああ、もう、昔からあるやつ。ああ、そういうこと？そうです、そうです。通り過ぎてみたいな感じ。リモコンとかでやるやつじゃないの。そんなんもう、なんか、なんでしょうね。ラジコン上手い人がもう優勝するじゃないですか。やっぱ小鉢とかやっちゃう。小鉢はできないっすね。ほら、言うだけは簡単だよねって。でもね、俺、新たが、爆中だよね。あ、あれ。一回見たことある。こう、ぐるぐるぐるずっとやってるやつね。あれすごいね。ひたすらやってましたからね。あの内村航平さんとも練習したことあるんですけど。ああ、言ってたね。ジャニーズ行けばって。まあ、そしていいや。いや、でもジャニーズってもうなんかバク転しなくても、もう今は入れるみたいな感じらしいですよ。昔のジャニーズはバク転できないと入れないみたいな。新しいですけど、今も年齢制限もなく、バク転も関係なく。できない。なんか保育園の先生がピアノできなくてもできるみたいな。保育園の先生はピアノできない。例えが今マズナリで俺アゼントしてた。さすがにピアノできないとダメじゃないですか。あれもいますよね、サガさん最近。いや、わからんけど。サガさん、援助を求めてるんで。ちょっと触りたくない。触りたくない。サガさん滑らせないね、もう。あ、そうなんだ。ピアノできなくなれるんだ。そうなんだ。僕の記憶であれば。ほら、ローラースケートいけんの？ローラースケート、お前ジョニーズ、ジョニーズ大事だから。ローラースケートはでもキスマイとかもさ、ほら、あー、キスマイもやってましたね。まあ多分できると思いますね。やったことないですけどできると思います。運動神経はいいタイプの人なんで。はい、そうですね。そうそう、キスマイさん、キスマイさんって言ったらキョウさんだよね。あ、そうね、シーハーハーやるからね。シーハーハーシーハーハーさんね。キレが一番だから、マジで。言うてもだよ、ローラースケート。ローラースケートってでも余裕じゃない？まあできるよね。まあ、2、30分練習すればできるよね。ローラースケートと、何でしたっけ？なんかもう一個種類。ちげえ。ローラーブレード。ローラーブレード。はいはいはい。ローラーブレードとローラースケート。ほら、筋肉 PPAP の。まず筋肉 PPAP。PPAP？ PPAP やりますか？あれ、滑りません？結構。なんかなんでしょ、あれをPPAP やってみたみたいな動画とかであるじゃないですか、結構 YouTube で。でもほら、面白くないですよ。どこが面白いみたいな。ピコ太郎がやるから面白いんですよ。やって。ピコ太郎じゃないんで。筋肉バージョン。筋肉バージョン。筋肉バージョン。無理無理無理。何、筋肉バージョンの。でも、ほら、ペン、パイナップル、アポペンじゃつまんないから、ちゃんともじらない。筋肉らしく。筋肉。まあでもほら、
ちょっと時間あげるから後半ね。ああ、了解です。CM 挟んだ後ぐらいですね。そうそうそう、自分で言ったな。自分で言ったな。後半ならいけるかなと思ってね。飲んどかないとやめない。僕はサッカーしてますよ、サッカー。あ、そう、桜さんスポーツ、サッカーするね。サッカーやってた。ね。だから今日もだってほら、日本代表。これね。なんだっけ。たまたまあったやつね。短命のサッカー日本代表。でも結構、それって結構前にあの生産されたやつじゃないですか。これ多分そうだよね。そうですよ、ね、サムライブルー。なんかワールドカップじゃないですか。なんか、あのブラジルとか、ブラジルでやった時のあったり。ああ、そうかもね。戦いにサッカー日本代表ね。ついこの前のやつ持ってきてなかった。それに備えてないですよ。古いやつで。俺、嘘でしょ、マジで。そんな感じなの、うん、んな、ちゃんと考えてやるよ、だって。みんな運動できるでしょ。え、だって、だってできる、それぞれスポーツ、あ、俺、うん、俺は、でも、球は苦手なんで、うん、球使いじゃない。球技は苦手。そう、あの、走るのが、ね、走るとか、うん、そういう系はできるんです。あの、球はダメなんですね。まあ、棒状はいいんですよ。そうなるとね。いい音するね。あ、じゃフットサルチームはね、リアルにね、あったんですよ。うん、ね。まあ、でも、やりたいですけど、フットサルとか。俺もサッカー好きなんですよ。サッカー、バスケ、バレーは、まあ、あの人並みにできるぐらいの。でも俺、聞いたことあるんだけど、機械体操の人は、はい、それ以外の運動が苦手っていう。いや、でも、あの、西村航平の握力が20ぐらいって聞いた。そう。え、マジですか？そんなことあるんですか？いや、強いんじゃないですか、意外と。そうそう、俺も思ってたんだけど、まあ、20ぐらいって言った。知らないんだけど、うん、そうそう。いや、でもなんか、なんでしょうね。あの、水泳と陸上は苦手ですね。ちょっと、透けてるけど大丈夫。嘘でしょ？来ちゃったんすか。あ、ちょっとまだ透けてるモードだから、ちょっと透けのみ振っちゃダメだよ。まだダメだよ。あ、まだバレてないから。あ、バレてない、うん、バレてない。泥系得意そう、バカ野郎。泥投げだ。なんか俺んとこ軽泥っつってたんすけど。いや、いいよ。それを泥系って言うんすか。泥系、軽泥ね。軽泥、俺も軽泥やった。どっちでもいいじゃん。どっちでもいいっすよ。どっちも一緒やろ。何言ってんすか、家康さん。滑ったみたいなやつだよ。ボソボソ言ってくるな。何でもいいよ。誰じゃん、誰っすよ。俺もそう思うよね。誰って紹介に対しては。なんかテレビやってたよ。一番なんか傍観してる人がいますね。そう、誰で。あったかそうな人。あったかそうな人が今いますね。え、いないでしょ。どこに。俺もあったかいっす。俺あったかいっす。いや、俺あったかい。さっきここ叩かれてちょっと結構じわはんできてます。金髪は帰れ。いや、マジ。二人いるけど。いやいや、俺か。金髪一人しかいない。あ、一人しかいないですか。でも挨拶するほどでもないしょ。だってもう、もはや。ね。だってもう MC って言われてるぐらいだからね。このね。やっと MC が。ここが僕のアナザースカイ、ナイトチューブでーす。いやいや、なんでそっち目線だ。こっちの目線だね。カメはちょっと1カメと2カメ間違えたみたいな。そう、そういうとこだよね、やっちゃうんだよ、って。金髪だよ、アナザースカイ、来ましたよ、今日も。飲もうかー。え、あ、じゃあ飲むんすか。やろうかやろうか。ベロベロだよ、こっちは。やりますか。こっちは。飲んできたぜ。初めて見たのお前が初めて決めてくからだろ、それ。そういう話が当たり前で、こっちは毎週出てんだよ、バーが。ね、黙れ。黙れだって言いやす。あ、黙ってた。黙ってたよ。一回も喋ってなかった。え、なにそのさ、アイマスク。いや、これ、いや、聞き酒してたの。聞き酒です。だから、イエガーと、え、それラブホーに置いてるやつじゃん。いや、違うよ。それはね、エッチなやつよ。エッチなやつじゃん。あるあるある。俺が言ってるラブホーに置いてある。置いてあるんだ。だからこの後に縛られてとか、そういうやつでしょ。あ、じゃないよね。じゃないよね。やったら。やったら。カロリーが良かったのにな。まあ、いいか。イエス飲むよ、じゃあ。とりあえず、これ、ね、これに。イメクラって。ちょっとこぼしちゃった。こぼしちゃった。え、イメクラって何？イメクラ妄想やないですか。妄想の中みたいな。詳しい。これはハランか。イエスさん。イエスさん、カロリー。これはハランか。カロリー。いや、カロリーよ。とりあえずだ、ほら、乾杯しろよ。これカロリー？トモヤも来たことだし、うん、乾杯しよう。敷きなさ、敷きなさ。トモヤ靴下ダサくない？あ、今日ダサいな。今日ダサいの着て履いてます。俺もなかなかのダサさ。なかなかだね。いや、あの明日連休じゃないですか。明日朝で連休じゃないですか。僕女の子といるんで。あ、そうなの。あの、その時に
取っときます。ちゃんとした靴いいやつはね。今日はどうでもいい。だって毎日飲められてるから洗濯する時間ないんだもん、なかなか。うわぁ、やってるねぇ。誰か一緒に住んで。住み場を探してます。住み場を探してます。お客さんで、お客さんじゃないです。じゃないです。宿、宿。住み場を探してます。宿かり、宿かり。俺の身の回りやってくれる人。とりあえず、ほら、乾杯だよ。ほら、さかさんのあれがない。さかさん、カロリーあるから大丈夫。さかさん、カロリー派だから。あ、本当ですか。寒冷派。じゃあ、こっちしますよ。寒冷だから。あ、これ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 、では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 、おい、じゃあ言えよ、お前、うせえよ、ダメだよ、玉の時間、全員、そのところで、乾杯、CM どうぞ。PAP やったの？やりましたよ。今からやってないの？やったの？はい、やりました。何やったの？ PAP やりました。まんまるパック打っただけ？まんまるパック打っただけですね。筋肉 PAP、 筋肉 PAP、 筋肉のはまんまるパック打っただけか。リン、リンゴ、リンゴとかありました。ここ小声でリンゴとかあればじゃないよ。ホストってそういうことするよ。やめろよ。リンゴあったらここでもうバーンやるんですけどね。いや、ガーン、バーン。あ、握力強いタイプの体操選手なんだ。強いタイプなんですね。だからもうなんかペン出してアップル出して、うん、I have a pen! I have a bee! あー bee! なるほどね。こういうことだよ。なるほど、そういうことだよ。筋肉でいいんだから、筋肉で。なるほど。パワーパワーパワーやらないで、まあ今日はやらないって。めっちゃ着込んでますからね、今日。パワーまで行かない。明日から北海道だからさ。え？いいなぁ。そのまま行く。あそこに北海道が。え？お前のせいで滑ったんだけど。今やばい。やばいっす。やばいっす。パワーやったことないの？パワー知ってる？世代的に知らないか。マジかよ。マジで。え、でも坂田一回その前じゃ行かないよ、お前。いいよ、いいよ。違う、今日。さくらさん滑る可能性あるから。だって俺もさくらさんだってもう今年年間ナンバーワン争いしてるじゃないですか。え、いいよ別にパワーぐらい。いや、パワーやって争ってもらえます？そう、パワー争い。さ、年間、年間パワー争い、年間パワー争い、年間パワー争い、やばくない？年間パワー争いじゃん。年間入んなくてもいいや。そしたら俺入りたいですよ。年間パワーだったら入りたいですよ。年間パワー争いしてくるんだったら俺パワーやりますよ。いやいや、でもそしたら俺入りたい。俺入りたい。待って待って、でもインナーなくなるから。パワーやったら、インナーなんかになれよ。いらないだろ。待って待って、え、ハサミいる？いや、いら、あ、ハサミいらないんだ。ハサミいらない。俺今日ヘアセットクイズないためにでっかいになってきた。わざとわざとでっかいの、でっかいの来てっから。ほら、そうでしょ、パワーのために。キレてるよ、キレてる、キレてるよ。はぁ、あ、来た来た来た、キレてるよ、キレてるよ、キレてるよ。
出てるよ。いきなりバーバー。あーすごい。あーすごい。メンタル強い。メンタル強いよ。あーすごい。切れてるよ。パワー。からの。バーバー。あの、はい、いいですか。年間パワーランドします、ね、僕と。坂田さん、負けでいいや。坂田さん、負けですか？負けでいいんですか？年間パワーランドしますね、僕と。しますね。発足で。表彰式でパワーしてもいいですか？パワー！年間ナンバーパワー。年間ナンバーパワー。年間ナンバーパワーの時間ですよね。早いね、打つの。いやー分かってる、さすがナイトチューブさん。そう。俺のくだり分かってる。そう。毎週出てるから、ね、レギュラーだわ。ほんとに。そういうとこだよ。いや、疲れるんだよ。そう。これ、だいぶね、だいぶね。だったね。これね、あのね、だいぶパワー使うんだよ。消費が疲れるんですよ。ロマンスはこんなお店じゃないです。いや、だい、こんな店だろ。いいんで？こんな店だろ。いや、店は出てる。じゃあ、だって、想像するのはみんな次第ですよ。来てないって証拠じゃん。ああ、確かに。そうですね。そうですね。来てる人間は、そういう席もあるし、そういう、そうじゃない席もあるって思う。存じ上げてるから、それに対して批判するのは、来てない、来てもない、カナダに行ってみたいな、ロマンスかっこいいなと思ってる女でしょ。じゃあ来いよ。そうな。うん。じゃなかったら分かんないよね。そういう席もあるし、そうじゃない席もあるし。そういう真面目な話してみんながさ、みんながさ、静かになるのやめてもらっていい？あ、ともやさんが珍しく静かな真面目な話してるみたいな。後輩、そこガッツけよ。はい、ガッツけます。はい。そして気になるコメントが。気になるコメント。黒いやん黒いやんえ、そんな、そんな、リクのパワーみたいっていうあれがあるんですよ。いい音。じゃあ、じゃあ、俺のパワーは、ほら、ともやさんは知ってるけど、やばいやん。俺やばいっすよ。俺ちゃキレキレやん。インナーがなくなるから俺のパワー。俺のパワーはほらインナーがなくなる。トモヤはイタンジって言ってじゃん。イタンジは別にファイブ入るかんね。めっちゃアップする、ね。ここよ。うわちょ。嘘でしょ。しかも決まったところで戻る。ちゃんと戻してくれます。まあ、ね、結果、うん、やっぱロマンスのみんなのイメージ世代交代していく時期じゃから、うん、大事だね。そこでやっぱこういう人間食い込んでくるのを頑張るしない、ね、頑張らないといけないですもんね。そうだね。なのに同年代の新田と家康が全然喋んねん、はい、同年代なの。そこあと何歳一緒なの。新田何歳。俺ためだ、全くため。え、あ、そうですか。で、俺の2個下でしょ。そうっすね。はい。だから俺2年前なんて相当やんちゃよ、俺なんて私。いや、マジで。ええ、ええ、ええ。むちゃくちゃやで。お前の時なんてむちゃくちゃよ。初回に対して、お前帰りで金払ってっかって返したことあるから、なんか。それで怒られるんだよ。お前、そんぐらいやんちゃしないと、やっぱ未商売できない。なるほど。未商売やってる人間なんて、基本頭おかしいんだから。マジで。みんな頭おかしいよ。あれが間違いで。ね、そうじゃないと一般社会で働いてる女の子とか、うん、頑張って体張ってる女の子は楽しいと思えないよ、うん、お笑い番組見てりゃ楽しいじゃん。そしたらそれの上行かないと。それの上あれ今日飲んでませんね。今日はあれ分かってる、分かってる、ナイトチューズ分かってるよ。もうじゃあ飲んじゃおうかな。あ飲んじゃおうかな。飲んじゃおうかな。全開コールしないんだ、誰も。シュー、いや、これ。おぉ、危ない。待って。え、待って。8割こぼしてたよ。嘘でしょ。まあ、パワーとそれは違う。家康。パワーで行き過ぎましたね、今の。そんなん、だって、誰もコールしてくれないし、シューで笑っちゃってこぼしてた。さすがに俺もモニター見ながら飲んでる。初回90分2000。2000円ですね。あれ、初回まで1000円。8時半まで。8時半までですね。いや、初回行く気なくしたって2000円でしょ。それで行く気なくしたら来なくていいよ、そしたら。示すってもねえじゃん、そんな。まあまあ、そんな言えてるね。そんな
もう俺ホストが言いたいこと全部言うからね。もういいよ。みんなが綺麗に営業してるかもしれないけど、どこの店もそう思うよ。そんな。カエツさんのパワーが来ましたよ。あれ。ちょっとじゃあ。でもそのね、ここまで来てリク飲んでなくないわ、やばいよ。そんな。それで俺が文句言って、それで、ね、炎上するんだったら、ロマンスで来てるお客さんはもっと怒ると思うよ。やべえ、カップで。私もっと忘れたらしいんだよ。私もっと普通に飲み来て、お金使ってるのに2000円で言葉で言ってんだって、ロマンス来てるお客さん全員そう思うと思うよ。2000円は初回復帰なくしたって言ったから、初回復帰なくしたって言うから、初回の2000円、ね、で、そんなケチってくれたら、通ってるやつでの文句半端ないよって言って。そんな初回復帰なくしたら締めでくるつもりなんだ、そんな元来んなって。もともと来る気作ってんじゃねえと思って俺。だって高校生が 1時間とか2時間働いたから次サイゼリアでね、バイトしたらいいけどね。金額なんだけど節約すればね。そっか、大変なんだね、生活ね。はい、ではでは、ロマンス友や TV 始まります。やったー、よしよしよー。何その理、知らない。まあ、今月からね、今回が第1弾のロマンス TV トモヤが始まったんですけども。おい、ではでは、先月度のね、ナンバー3の、カイトさんと、ナンバー2の、さくらさんにご引退してみたいと思います。よいしょでは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 、じゃあナンバー下からやったかな、上からやったらどっちがいいかな、どっちがいい、スリーからいきます、スリーから、スリーから。では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 、まず最初に単純に普通にね、素朴なつまんない質問かもしれないですけど、何してるんですか、船長さん。ナンバー3のそのね、ナンバー3になったね、感想だけ一言いただきたいなと思います。では船長ナンバー3の感想まで、サザンに聞いて。グイグイ当たりが強いな。当たりが強い。本当にね、ナンバースリーになって嬉しいなと思うんですけど、うん、あのお前らがもっと奴隷みたいに働けばナンバーワン取れたのに恨んでっからな俺は。よいしょ。いや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 、奴隷みたいに働けと。働けと。いい感じだね。働かんかい、これは。からナンバーツーからのナンバーツーがね、ナンバー何年かって悔しさあると思うんだよ。ちょこっといただきたてませー。ナンバー2のコメントもね、3、2、1、1。あー、俺にもくれんだよ。今から来たら、ね、取れると思ってたんだよ俺だって。おー、思ってたけど、なんかね、今日いないナンバーワンのやつがね、ぷーっと巻いてきたから、取れなかった。だから今月は俺が巻く。おーい、俺がプライベートの女の子巻いちゃうぞー。どこ、ナンバーワンより巻いてっからね、ほんとに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。